見えませんね。鷹などに襲われるとしても下にありません。ちょっと気になることがあります。隠れてるのかな。来ました。生きること死ぬことこれです。4月下旬の風が強い日です。カラスの巣はどうでしょうか。見えませんね。鷹などに襲われるとしても全部が急に取られることはめったにありません。隠れてるのかな。向かいの農場にちょうど親ガラスが飛んできました。食べ物を探してるのでしょうけど、ちょっと気になることがあります。喉元を見てみてください。すっきりとしています。膨らんでいませんね。カラスは割と餌を喉の奥くらいに溜め込んでいたりします。どうもなかなか食べ物を見つけられないようなのです。やっと何かを見つけたようですね。この巣の4月中旬のヒナと親ガラスの様子を見て比べてみましょう。これはだいたい同じ場所での親ガラスです。餌を探してますね。喉元を見てください。どうでしょうか。そうです、不自然にぷっくり膨らんでますね。餌を入れてあるのだと思います。なかなか順調に食べ物探しが進みますねと思っていたら、いいものがありました。大きい食べ物が見つかって奥の農地まで持っていきます。死んだザリガニみたいですね。少し乾燥気味なので、じっくり繁殖化してからヒナに与えるのだと思います。もう一度今の様子を確認します。喉に食べ物が入ってないようですね。取った餌は何でしょうか。何かの幼虫かな。いきなり餌やりのタイミングです。お、すごい大きくなってますよね。巣に収まらない感じです。たった2分で次の餌を運んできました。オスメス交互になっているのかもしれませんが、どちらにしても餌がよく取れてるようですね。お、ヒナは本当大きいですね。親とあまり変わらないくらいです。この強風の中で何かが始まりそうな予感です。何だと思いますか。あ、来ました。これです。羽ばたき練習ですね。先行する巣で初めての羽ばたき練習が見られました。おお、すごいすごい。3羽目もいっちゃいますか。羽ばたきが始まったし、ヒナの巣立ちも近そうですね。人によってはカラスの害があったりもするでしょうが、見守る側としてはとりあえずは無事に巣立つといいなと思います。これは車に隠れていてたまたま見つけましたが、ジシギ類は警戒心が強くてなかなか顔の表情まで撮影できることは少ないです。農場の道路でタヌキが死んでいます。
生き物を観察していると食べたり食べられたりがあるし、命のサイクルが短いものが多いし、生きること死ぬことをなんとなく身近に感じることが多くなります。いつもの巣を心配しながら、また次の日も来てみました。昨日は全然見えなかったけど、ヒナは無事なのでしょうか。います、います。親が戻ってきたら動き出しました。前回のヒナの映像から1週間ですが、大きくなって色が黒くなってますね。うん、たった1週間でこんなに大きくなるんですね。やっぱり羽が生えてくるから、しっかり黒いヒナになったのでしょうね。うん、親がせっかく餌を運んできてるのに、にはしか見えないようです。もしかして1羽やられてしまって、それで怯えて隠れることが多くなったのでしょうか。うん、あれ、なんだか急にヒナが動き出しました。そうそう、ヒナの目はもう開いたのかな。これです。実はもう一つ、もう一度見てください。なるべく左のヒナが分かりやすいようにしてみます。画質が粗くなりますが、もっと拡大してみると、うん、やっぱりちゃんと3羽いるようですね。それぞれのヒナをよく見てみると、目もちゃんと開いているようです。野生動物は少し天気が悪いくらいが観察しやすいですが、暖かい日の方が今までヒナを観察しやすかった気がします。晴れた日にまた来てみました。今日もまた風が強くなってきました。でも寒くはないです。風は強いけど、このカラスのヒナたちは中州のヒナのように羽ばたくほどは育ってませんね。いろんなカラスのペアが時期をずらして子育てしたり、あ、親が来ました。ヒナがよく見えるはずです。おお、なんだっけ。まあ巣作りでも兄弟の中の育ち具合でも、早いのも遅いのもいろいろあっていいんだよと思ったりします。いつも応援いただきありがとうございます。